富良野に来ちゃいました。相変わらず登山口まで長い距離を歩いています。暑いです。しかしこの道登りですね。この道ずっと登ってますね。聞こえてますか、セミの音。すごいですね。このアスファルト道を歩きながら知らない間に130メートルも登りました。暑いです。とても暑いです。富良野岳見えてますか。かすかに見えてますね。明日登る富良野岳、霞の中かすかに見えてます。お参りしますか。おお、見えてきました、山が。あ、綺麗。霞がなければ相当綺麗な景色だろうね。ここは湧き水の場所までちょうど半分歩いたね。あと1時間弱。ここは富良野岳から朝日岳までの大縦走が始まるところですね。いつか全部歩きたいです。実はほとんどこのトラバースを歩いたんですけど、今回の富良野岳から美瑛岳までの縦走ができたらこの大縦走が完了です。もしこの大トラバースをやろうとしたら必ずこっちの方面から、富良野岳の方面からやりたいと思います。徐々に山が高くなってこの方面から縦走すると満足度が高いです。逆に朝日岳の方からこっちトラバースすると徐々に山が低くなってて、俺的にはちょっとやらないですね。この砂利道は近道らしいです。いや、綺麗だな。アリ、アリたくさん。いてててて。くそ、いて。アリ、多すぎる。これから山に入りますね。いよいよ山に入ります。ここで文明から離れて2日間の山の世界になります。と思ったら結構車通ってる道ですね。あと多分40分ぐらいかかりそうですね。ずっと登りなんで疲れます。いや、立派な森ですね。そして少し涼しくなりました。でもまだまだ汗まみれ。川に近づいてきました。ここから登山口までずっと川沿いの道です。あっちこっちダムがありますね。
保存道はこっちじゃないよ、こっちだよ。ベベルイ、すごい名前ですね。そもそも林道に名前を作ってなんか素晴らしいですね。来ました。ほとんど誰もいないね。なんで？人だらけだと思ってた。だってお盆の遊びだから。地図には水場が書いてるんだけど、あっちこっち探しても水場がないんですね。水汲んできてよかった。まあテント晴れたんで滝見に行きたいと思います。ちょっと時間的にはもう遅いけど、ちなみにもう一方が滝に見さっき滝見に行きました。一人じゃないです。なんで？結構人行かれてると聞いたんですけど。道終わり？矢印あった。なるほど、崖崩れだったね。いや、簡単に行けなさそうだね。ちょっとここはやめよう。ここか。やっと着いた。めっちゃ冷たい。水場遠かった。疲れた。雨降ってきましたね。帰りにちょっとでも滝寄ってみようと思ったけど、やっぱりやめるか。
いできたね。実は登山の一日もいつもあんまりお腹空いてないんだよね。